この勇者が俺強ええ癖に慎重すぎるとは、土日月による日本のライトノベル作品である。2016年6月4日より、角川の小説投稿サイト、角読むにて連載開始し、2017年2月からは、同社の角川ブックスより書籍化されている。メディアミックスとして、小雪によるコミカライズ作品が、同社の月刊ドラゴンエイジにて連載中。 2019年10月から12月までテレビアニメが放送された。タイトルは、慎重勇者に略称。救済難度 S 級レベルの世界、ゲアブランデを救済することになった、新米女神、リスタルテは、チート級のスキルを持った勇者、竜宮院聖なりを召喚する。しかし、聖なりは、その強さに反して慎重すぎるほど慎重な性格を、しており、 スライム相手でも灰になっても、攻撃魔法で完全滅脚するほどの用心深さを発揮して、リスタルテを大いに振り回しながらゲアブランでの救済に奔走する。聖なりとリスタルテが仲間を増やして、強敵を倒しながら少しずつ絆を深めていくうち、聖なりの過去や、リスタとの意外な関係が明らかになっていく。恋の甲は、テレビアニメ版の声優、何度 S ゲアブランでの舞台。 何度 S、年曲ゲアブランでのみに登場するものも合わせて説明する。エドナルーの里ロズガルド帝国魔王軍、イグル聖天使教団100年前は何度 B だったが勇者が倒され魔王に支配されたことで何度 SS となった。ガルバのターマインフルワーナ魔王軍小雪によるコミカライズ作品が月刊ドラゴンエイジにて2018年12月号から連載。 2019年10月から12月まで ATX 他にて、新潮勇者この勇者がオレツ AX に、新潮すぎるのタイトルで放送された。各読む原作小説としては、初のアニメ作品となる。原作第一部、ゲアブランデ編のエピソードがアニメ化されている。リスタルテ役の豊崎愛生による、ウェブラジオ、ラジオ新潮勇者このラジオが面白 AX に、 慎重すぎるが、おと泉にて2019年10月8日から、各週火曜日に配信。慎重勇者この勇者がお列えいくせに、慎重すぎるに関するカテゴリー。ありがとうございます。